ずいぶんと積極的じゃねえか。じゃれてくるのはいいけどよ、人目ってもんがあんだろ。ここじゃ、なんだ、あれだからよ、どこか喫茶店でも行こうぜ。それって、OK っていうことだよな。よっしゃ、じゃあ行こうぜ。このホットミルクは絶品らしいぜ、塚本。いらっしゃいませ。にゃん。あれ、姉さんと、ハリマさん。どこかから姉さんが呼んでる。私の体。
香りと体が入れ替わっちゃうなんてあるはずないもんね。私ったらバカみたいだにゃ。あれ、thank you。
恋の力告白のきっかけは何だったんだろう。群がるカエルの大群から身を挺して守ったのが恋の始まり。なわけあるか。でもさ、変わったといえばもう一人。誰？一条だろ。あ、カレリン？へえ、編み込んだんだ。かわいい。甘い。それだけじゃないわ。かすかに乗せたアイライン、薄いピンクの唇、なかなかやるわね、あの子。そういえば、なんだか最近可愛くなったよね。なんでだろう。そんなの決まってるじゃない。恋よ、恋。また適当なことを。おめえが病気だ。へえ、よく見てるね。さすがに妄想たくましいね。誰がじゃ。やっぱり恋をすると変わるもんなんだ。そりゃあね、人は恋愛で変わるのよ。悩み始めたぞ。何を考えているのか大体わかるけどね。ズバリ自分も変わったかどうかってところでしょうね。塚本は変わってるよ、別の意味でな。そうそう、変わってるわ、別の意味でね。